大森康み子はアメリカ合衆国出身の芸術家、慈善活動家、翻訳家。その生涯の最初の50年間はアニーバローズ・シェプリーの名前で創作活動をした。夫は日本最初のオリンピックチーム監督となった大森平蔵1635年にイングランドのマンチェスターから渡米した移民が先祖である。彼女はニューヨークでは ハリー・シドンズ・モーブレーの下で、パリではアカデミー・ジュリアンのジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルとリュシアン・シモンの下で学んだ。その後、彼女はニューヨークとコネチカット州にスタジオを設立した。そこでは彼女は肖像画家、児童書のイラストレーターとして活動した。1907年、彼女は日本からの交換留学生だった20歳年下の大森平蔵と結婚し、日本へ移住した。 彼女は東京に貧しい人々に教育とレクリエーションの機会を提供する有林園というセツルメント運動の施設を設立した。夫妻は日本の遊び場運動における指導者であった。1913年に平蔵は死去するが、彼女はその後も中心的役割を果たし続けた。彼女はまた1920年に古代宮廷女性たちの日記を英語に翻訳した。 ダイアリーズ・オブ・コート・レディス・オブ・オールド・ジャパンを出版した。彼女はニューヨークではハリー・シドンズ・モーブレーに学び、パリのアカデミー・ジュリアンではジュール・ジョゼフル・フェーブルとリュシアン・シモンの下で学んだ。彼女はニューヨークとの地にコネチカット州にスタジオを設立し、そこで肖像画家、児童書のイラストレーターとして活動した。1893年、 シカゴ万国博覧会が開催されると、彼女は博覧会会場であるパレス・オブ・ファイン・アーツに作品ワークアンドプレイをザ・ワンダフル・ストーリーを同博覧会会場女性館にそれぞれ展示した。その他の彼女の画業を代表する作品はポートレート・オブ・アーティスト・ニースとポートレート・オブ・エイ・アング・ウーマンである。ポートレートとスタディ・オブ。 エーヘッドは1896年12月から1897年3月まで、例年のペンシルベニア美術アカデミーに展示された。当時彼女は、ニューヨークの5番街96番地に暮らしていた。1897年には、エコーと題した作品を、アートクラブ・オブ・フィラデルフィアに展示した。彼女の作品のおよそ1ダースほどが1905年に、 ウィリアム・クローセン所有のニューヨークの画廊で披露された。1907年10月、彼女は大森平蔵と結婚した。平蔵は1905年にスタンフォード大学を卒業し、YMCA の交換留学生としてマサチューセッツ州スプリングフィールドにやってきていた。1908年に帰国した平蔵は日本にバスケットボールを紹介した。やがて平蔵は、 福祉事業に献身するようになり、日本名でアン・キミコと名乗るようになっていた彼女は、細やかな上品さ、崇高な理想と学術的な見地とともに、幸福の要素すべてを見出した人として描かれた。東京に、夫妻は、有林園というコミュニティセンターを設立し、子供たちのためにドラマレッスンや遊び場を提供した。ここではまた裁縫、生け花、料理や手芸のコースを、 母親の会と人々に英語を話す機械同様に提供した。当初は大森夫妻がクリスチャンである事実や共同教育プログラムが原因で抵抗にあったものの、やがてそれらの障壁を克服していった。1913年に夫、平蔵は死去するが、アン・キミコは日本での遊び場運動の指導者となり、有林園の経営を続けた。彼女は1920年に、 ダイアリーズ・オブ・コート・レディース・オブ・オールド・ジャパンを出版した。この本は紫式部日記、泉式部日記、しな日記の翻訳を合わせたものであった。この翻訳にはエーミー・ローウェルによる序文が付けられた。これより新しい翻訳は1982年の W ・リチャード・ボーリングによるものである。1922年に日本国籍を取得した。彼女は 関東大震災での奉仕活動で日本政府から表彰された。彼女は第二次世界大戦の最中の1941年に没した。夫、平蔵と共に多摩霊園に葬られた。ありがとうございます。